阪神11レースの阪神カップでベストアクター戦7しかとは最後の直線コスで競争を中止。右第一指関節脱臼で予後不良となった。ベストアクターは父ディープインパクト、母ベストロケーション、母の父黒船の血統。祖母は重賞5勝の名力ダイナアクトレス。通算成績は17戦6勝。重賞は20年阪急杯の1勝。